稲佐の浜の弁天島に来ました。よいしょ。時計で弁天島ですね。稲佐の浜、僕たちが子どもの頃はね、まだあの弁天島は海の中だったんですけどね、なんかやっぱり砂のか、あのあれが流れが変わっちゃって陸続きになっちゃいました。あの辺りはね、結構あの波がこう複雑になってて、結構あの足、まあね、夏休みとかでこう、ね、あの事故があったりしたんですよね。子供たちがあの溺れたりして。だけどもう今はもう全然陸続きになっちゃって。でこの稲佐の浜の、ね、砂を、先に持って、取ってね、それから出雲大社 の, あの本殿の裏側にある、何つったんだかな、ちょっと忘れましたけど、ね、そこに砂を持っていくっていうのは、まあ、習わしみたいな感じなんですけど、今日はあのあれですね、サーフィンやってる方結構います。行ってみましょうか。いや、俺初めて来た、ここ。こんな近くまで。お、すげえな。ちょっと波が今日荒いっす。こんな感じ。わ、すげえ。初めて来た。そうなんです。僕たちが子どもの頃はね、ここはもう 海だったんですよ。今日はね、見えるかな。サーフィンやってるから。あ、でも海気持ちいいな。海気持ちいいですね。